はい、どうも皆さんこんにちは、たつやんだてやです。まぁ、ちょっとはカメラ新しく変えて明るさの設定とかは分からずに顔が真っ暗で映っている僕ですけれども、まぁ、ここにあるものは分かりますかね。まぁ、だいぶ前くらいかな、動画で紹介した自転車ですけれども、まぁ、今ちょっとこの自転車修理中でちょっとクリーニングしてて新しくちょっと綺麗にしてるんですけれども、まぁ、その関係でこうやって後ろにドロイフとかついてないんですけれども、まぁ、ハンドルにライトついてないしね。まあ、ということで今日は何をやるかっていうと、まあ、サムネイルとタイトルだね。あ、やばいやばい。まあ、こちらですね。ドリンクホルダーです。まあ、僕のチャリにはドリンクホルダーがないんですよね。ちょっと外で撮影したいとかいうときにこれで乗ってくるんですけれども、まあ、これにドリンクホルダーやとカバンに詰めるって言ってもカバンの中が狭くなるっていうので、まあ、付け入れるものはチャリに付けようっていう考えでドリンクホルダーを買いました。ちなみにこれはタイのダイソーの中でわざわざ日本帰ったときに買いました。でもね、このパッケージのね、この女の人がものすごいなんかザ・昭和って感じがするんだよね。もう何年作りこの時代に変えてないんだろうって感じですけれども、でまあこの紙はまあ簡単に剥がせるのでこうやっては破っちゃうようにして、あ、テープ貼り付けるか、よし、まあ剥いじゃって、まあ本体はこういう感じですね。まあこのような感じになってて、ここの袋のところをまあ破るっていうかまあ開く、なんか明らかに絶対にこの袋使い方間違ってるけどね。なんかこういうジップロックとかを止めれるやつなんだけど、なんか何も閉じてない、ただただついてるだけの袋を取るんですけれども、でまあこのようについているんですけども、最初はまあこれ簡単に軽く止まっただけなので手で外して、ちょ、こうやってね、でここですね、このくぼみがあると思うんですけれども、ここでこうやってこういう風な感じで挟んで自転車のハンドルに固定します。それでは早速固定していきたいと思います。はい、とまあこんな感じでつけ終わりました。まあこっちから見るとこんな感じですね。まあついてました。まあ用意してるのはこの500じゃない、何ミリリットルだろう、600ミリリットルですね。ちょっとあんまり日本にはないサイズだと思いますけれども、あ、でも一応、あ、ちょっと不安定だな。ちょっとペットボトルによってですかね。ちょっとあの長細いやつだと多分走行中にこれ落ちますね。他のペットボトル取ってきます。で次これですね。まあこれも同じく水のやつなんですけれども、まあ、これでやっと収まるかなくらいかな。まあこれからしっかりと丸くて太いやつだとまあそこそこ入る感じです。まあこれも、まあ、これちょっとタイのココアのやつなんですけど、これちょっと入るかな。あ、これも落ちるね。やっぱ一応これ日本用のものなんで、まあ日本で使う分にはそう問題ないと思うんですけれども、なんだろう、このタイのこういう細いやつとかだと置くとなんか落ちちゃいそうですね。うん、あとなんかガタガタな道走ってるともうちょっとしっかりネジ締めると、ここがだんだん下がっていきそうですね。このとこがこう下の方に下がってくる感じがします。はい、というような感じで、まあ今日はこのチャリにこのダイソーで売ってたその100円のそのドリンクホルダーを取り付けてみるっていうまあ動画でした。まあこのチャリでまたね、うん、ちょっとこれが雨季に入るんで、どれくらいのペースにでこのチャリで出れるかわかんないんですけれども、まあ動画ではまたぼちぼちと、まあ前やったみたいなそのゴミのその分泌にまで行くみたいな、そういう動画をまあ他のところでも撮りたいと思っているんで、ぜひぜひまあ楽しみにしていてください。本日もご視聴ありがとうございました。 Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。そしてこのタツチャンネルのチャンネル登録まだしてない人はぜひぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。